こんにちは。ようこそアクアワールド大洗へお越しくださいました。お待ちしておりました。私、魚類展示家の徳永と申します。今日は私と一緒にいろいろな水槽にサメが入っていますので、見に行きたいと思います。はい、それでは早速ご案内します。さあ、アクアワールド大洗はですね、実は日本で一番サメの飼育種類数が多い水族館なんですね。今現在ですと57種類全部で飼育をしています。表側に展示をしているのは50種類ほどになるんですが、それでもこの数っていうのは日本で一番の数なんですよ。近くにね、大洗、すぐ近くに海があるんですけれども、はい、この海にはたくさんの種類のサメが現れるということがね、以前から分かっていました。で、20年ほど前にですね、アクアワールド大洗リニューアルをしたんですけれども、そのサメをぜひお客様に見ていただこうということで、サメを売りにした水族館へと変貌していったわけですね。ですので今は国内でも最大の数のサメがですね、各水槽に入っています。さあ、まずね、ご紹介する水槽が早速見えてきました。こちらの海藻の海という水槽ですね。さあ、このようにですね、まるで磯場の断面を見られるような水槽なんですが、ここにはちょっとね、変わった形のサメがいるんです。サメっていうとね、大海原をぐんぐん泳ぎ回るイメージの生き物だっていうね、イメージ持たれている方も結構いるんですが、必ずしもそういったサメだけではね、ありません。さあ、今ね、どこにいるかちょっと探してみたいと思うんですが、皆さんはですね、水槽の底の方をぜひ注目していてください。さあ、どこにいるかな。あ、発見しましたよ。こちらです、こちらです。さあ、今あちらでですね、水槽の底の方にべたっと張り付いているような生き物がいますね。あちらがサメの仲間、カスザメっていうサメになります。さあ、どうでしょうか。サメらしからぬ形をしていますが、あれもですね、れっきとしたサメの仲間なんですね。なんだかエイみたいにも見えますけどね。エイとサメって実はね、非常に近い仲間ではあるんですが、ちゃんとね、分けられます。あちらはサメの仲間ですね。はい、で、あのタイプのサメはですね、普段そこの方にじーっとしているタイプのサメなんです。で、近くに獲物がやってくると大きな口を開いて、目にも止まらぬ速さでバクッと餌を丸飲みにしてしまうタイプのサメなんですね。なので普段はあのようにじっと身を潜めているわけです。これ、動いているところ、多分ほとんど見ることができないんじゃないでしょうか。もう一日中ああいう感じです。今ちょうどね、今日はいい位置に出てきてくれてますので、非常にラッキーでした。はい、さあ、このように、サメといってもね、形様々です。で、これから先にもね、いろいろなサメがいますので、ぜひ、見に行ってみましょう。はい、私はですね、飼育員です。で、飼育員ですから、魚たちのお世話をする、例えば、餌をあげたりとか、あとは水槽のお掃除をしたりとかですね、そういった、いわゆる飼育員、ザ・飼育員の、といったお仕事をしてますね。そうですね、まず朝来たら、大体やることは水槽のチェックなんですね。一晩、見ない状態が続きますから、私もですね、出勤するときには非常にドキドキしてます。水槽に異常が起こってないかとか、前日まで元気だった魚、サメたち今日も元気に泳いでいるかとかですね、ドキドキしながら毎日水槽を見るわけですけれども、しっかりとした水槽の見回りからまずは朝ね、始めていきます。大きな水槽見えてきましたけどね、こういった水槽も私のね、今担当している水槽なので、毎日見回りから始めて、で、通常の餌やりとか水槽のお掃除に入っていくわけですね。はい、で、こちらは出会いの海の大水槽といって、アクアワールド大洗で一番大きな水槽になります。で、水量は1300トンという水量があるんですけれども、25メートルプールでいうと約3倍分の水量がこの中に入っていると思ってください。水面がはるか上の方に見えますが、水深は10メートルあります。でこの中にもね、いろいろな種類のサメがいますので、ぜひ水槽の正面側からね、今度は見てみたいと思います。こちらはですね、水槽の側面なんですよね。で正面には大きなガラスがありますからね、そちらの方にも行ってみたいと思います。はい、こちらがね、アクアワールド大洗で一番大きな水槽、出会いの海の大水槽の正面になります。さあ、この中のサメをね、少し紹介していきたいと思いますよ。この水槽には今5種類、入っていますね。で、あ、やってきましたね。はい。ちょっとね、うっすら縞模様のあるサメがいます。ドチザメというサメであったりとか、あとドチザメの上を並ぶようにして泳いでいるエイラクブカ、ね、つるっとした、非常に綺麗なサメですよね。はい。はい、今度はちょっと速いスピードで泳いできた、スミツキザメ、それから今度は足元を見てみましょう。非常に綺麗な模様をしたサメが泳いでいます。ホシザメというサメですね。あ、今ちょうど下ギリギリ泳いでますね。こちらのサメです。どうでしょうか。非常に綺麗な模様が背中側についていますよね。白い点々模様が特徴のこちらのサメですけれども、こちらもね、大洗の海でおなじみのサメ、よく見られるサメなんですね。まあ、地元を代表するようなサメでもあるんですけれども、あの模様、夜空に浮かんでいる星のように見えることからついたホシザメという名前なんですね。まあ、非常にロマンチックで綺麗な名前、私もね、好きなサメの一種類ですね。はい、さあ、この先にもね、まだまだ、水槽があってサメがいます。ね、そちらの方どんどん進んでいきたいと思いますよ。はい、最初はですね、サメだけではなくていろいろな魚の、世話をしていたんですね。でその中で、まあ、たまたまサメの担当を命じられて、まあ、責任者になって、サメって実は分からないことだらけで不思議がいっぱいな生き物なんだなということに気づきましてね、その分からない部分、非常に未知な部分が多いというところにまず、惹かれましたね。はい、水族館の飼育員ってね、いろいろな方法でなることができるんです。今はですね、生き物たちを扱うような専門学校がたくさんありますからね、一回その専門学校で生き物たちのことをしっかりと学んで、で募集を見て水族館を受験する、受けるという方法もありますし、あとはもちろん大学で専門的な水産系、生き物系のことを学んで、で募集を見て受験するという方法もあります。まあ、今水族館のこの受け口というのはかなり広くなってますんで、まあ、大学に行かなくてもね、幅広く採用があると思いますので、募集のね、チャンスを逃さないですれば、頑張ればきっとね、入れると思います。さあ、こちらクラゲのコーナーがあったりとか、ちょっとね、深い海をイメージした水槽が並んでいるエリアになるんですけれども、そういった深い海にもね、しっかりとサメ住んでいるんですね。特に正面に見える少し大きめの水槽があります。はい、こちらの水槽は大陸棚といって、まあ、深海へと続くような少し深場の海をイメージした水槽なんですよ。でそういった少し深いところに住んでいる生き物たちを展示している水槽なんですけれども、特にサメの仲間ではツノザメというサメがいます。あ、今ですね、ちょうど、向こう側、奥の方を向かって泳いでいっているヒゲツノザメというサメが奥の方に見えているんですけれども、ちょっと暗いからね、見えにくいかな。またね、ぐるっと回って水槽の手前までやってくるといいんですが、はい、あれがね、この水槽には1匹だけいて、あまり水族館では展示していることのない珍しいサメ、貴重なサメですね。それ以外にもツノザメの仲間、たくさんいますけれども、この水槽ではやはり私はあのヒゲツノザメを推したいですね。さあ、ちょっとね、呼んでみたいと思います。ちゃんと見てくれるでしょうか。こっちだよ、おいでおいで来るかな。正面から見ると非常にね、可愛らしい顔をしています。この鼻先の皮膚が変化したヒゲ状のね、突起が2本ついていますね。あれがヒゲツノザメの特徴ですね。あ、じーっとこっち見て、こっちだよ、こっちだよ。背中、ね、背びれには立派なトゲがあります。やはりツノザメの特徴ですね。くるっと回っちゃいましたね。で、非常にね、目が大きくて、すごく深くて澄んだ目をしているんですよ。このアクアワールド大洗には2019年にやってきたあちらの個体なんですね。もう3年以上生きている、非常に長生きしてくれているんで、これからもね、元気に育ってくれるといいかなと思って、頑張って飼育しています。これはですね、沼津の海で取れた、ものですね。業者さんが連絡をくれまして、我々がトラックでこのサメを運びに行ったんですね。今度は近くまで来てくれるかもしれません。なんだかこう愛嬌があって、向こうからねこちらの様子を見ているような、そんな感じもしますよね。ああいうね深海性のサメって目がすごく発達していて、とても大きな目をしているんですけど、目の奥にタペータムといってね、少ない光でもものをしっかり見られるような、そういった仕組みがあるんです。私がこれ輸送してきたサメなんで、すごく愛着がありますね。たまにね水面から取り上げて体の掃除をしてやったりもしてるんですよ。今日も元気ですね。大丈夫です。はい、こういう感じでできれば心が通じ合ってればいいかなっていう一方的な思いなんですけど、非常に親しみを持って毎日見てます。ね、とっても、澄んだ綺麗な目をしてますね。逆に我々が見てるんじゃなくて、向こうがこっちをね観察しているんじゃないかなっていう思う時もありますよね。はい。さあ、今度は、エスカレーターに乗ってですね、大きな水槽がありますので、そちらの方にも行ってみたいと思います。はい。やっぱり毎日こうサメたちを観察していると、個体によってねだいぶ性格の違いとか、あとは食の好みの違いなんかもあるように思えてきます。もちろん食べ物の好みは、サメの種類によって違いますし、同じ種類であってもサメにどうも性格があるようで、ちょっとシャイな子であったりとか、結構ガスガスいくサメであったりとか子であったりとかですね、人間と同じように性格があるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、全て見分けるように努力しています。特に大型のサメ、ね、やはり個体を管理しなければならないサメに関しては、しっかりとね一匹一匹見分けてます。で、そうやってね一匹一匹サメを見分けることで、ちゃんと健康管理にもつなげてます。例えば今日はどの子がどれぐらいの餌を食べたのか、これもね毎日チェックするようにしてるんですね。さあ、こちらぐるっとね、回っていただきますと、大型のサメ、シロワニというサメを展示している大型のサメ水槽があります。こちらになりますね。ここにはですね、現在4種類、サメが入っています。その中で、一番大きなサメがこちらシロワニですね。今現在シロワニは、大きなシロワニ6匹入ってます。で、1匹1匹ちゃんとね名前もつけてるんですね。例えば今正面を泳いできたこちらのシロワニ、これは個体ナンバー4番という名前がついています。そうなんですね。実はシロワニに限ってはですね、全部番号が名前代わりになってるんですね。今度は3番が泳いできました。こちら3番です。一番体が大きい個体じゃないでしょうか。で、性格的にもね結構どっしりとした、サメです。真ん中を泳いでいるのは1番ですね。あの子は結構神経質な子ですね。こういう感じで、性格にもやはり違いがありますしね。そうですね、顔つき見ると目つきもギョロッとしていて、ちょっと怖そうな顔にもね見えるんですが、性格は非常におとなしいサメなんですよね。はい、ですから私もねこの水槽に潜って作業することもあったりしますよ。ただこの水槽に潜る時だけは、やはりサメの体って大きくて力も強いので、万が一当たっちゃうと大怪我をしてしまいます。ですからダイバーが檻に入った状態でこの水槽には入るようにしてるんですけれども、ただしサメがねこちらに襲いかかるとかそういうことは全くないんですね。シロワニ以外にもね大きなサメ、黒ヘリメジロザメというサメもいます。今上からねやってきました。ちょっと速いスピードで泳いでいるあちらのサメです。プロポーションがとってもサメらしくてかっこいいですよね。流れるようにして泳いでいますが、あちらのサメ、茨城でもよく見られているサメなんですね。体も大きくなるんですけれども、あちらのサメも決してね、人を襲うようなサメではありません。それから今度はそこの方を這うようにして泳いでいる大きなサメがいますね。レモンザメですね。あちらはこの水槽に1匹しかいないんですけれども、あのサメもそうですね、人食いザメみたいなそういう、イメージのサメではありません。そうですね、非常におとなしいです。人が入るとね興味を持ってちょっと人に近づいてくることはあるんですけれども、噛まれたことはないです。はい、たまにね餌の取り合いで餌と間違っちゃって相手の体を噛んじゃうことはあるんですよね。特にこのシロワニですね、体が大きいのでこの餌を横取りしようとした他のサメが餌と間違えてパクッと噛まれてしまうこともねたまにあるんですけど、ただ致命傷に至るぐらいのね傷は負わせませんので、意外とね比較的早く傷は治っちゃいますよ。さあそしてですね、この水槽でですね去年、話題になったある出来事がありました。こちらのシロワニ、絶滅危惧種にも指定されている、希少なサメなんですけれども、国内で初めてアクアワールド往来でこの水槽の中でシロワニが繁殖をしたんです。でそのお母さんザメというのが先ほど紹介をしたナンバー3番、今左上から泳いできているサメですね。はい、こちらがお母さんのシロワニです。ナンバー3番。このサメが去年この水槽で日本で初めて水槽内繁殖をしたんですね。今はねこれでもほっそりしてしまったんですが、産む直前というのはもうお腹がパンパンに大きな状態で、時折赤ちゃんがお腹の中で動く胎動も見られました。で私たち飼育員はですねこの水槽の前に24時間に近いぐらい張り付いていまして、赤ちゃんの出産を見守りました。で去年の6月17日に無事に赤ちゃんが生まれてきてくれたわけですね。さあそしてですねその赤ちゃん今でも元気に育ってます。ただ大きさがまだ少し小さいのでこの大きなサメとは一緒にすることができないんです、サメって子育てをする生き物じゃないんで、生まれた子供をお母さんでもお父さんでも間違ってパクッと噛んじゃうこともありますね。この水槽、逃げ場所がありませんのでね、子供が噛まれてしまうと致命傷になってしまいますから、今は別の水槽で飼育しています。その別の水槽というのが実はお隣にあるんですね。そちらの方でご案内したいと思います。はい、今ちょうどね中層あたりをゆっくりとこちらに向かって泳いできました。あちらが国内ではここだけしか見ることができないシロワニの赤ちゃんです。今日ものびのびと泳いでます。この赤ちゃんはメスですね。はい、サメの場合は外見ですぐオスメスが実は見分けられるんですね。サメをちょっとね、サメの体を観察してみると、お腹側に、対をなしている2枚のヒレがあります。前の方のヒレは胸びれ、1個後ろのヒレは腹びれっていうヒレですね。その腹びれの付け根に2本の棒状の突起が出ているのがオスです。何もないのがメスなんですね。でサメは全般にそういった外見でオスメスがすぐに見分けられるんですね。今もうだいぶ大きくなってこちらの個体、大きさが170センチほどになってしまったんですが、生まれた時には92センチ、二回りほど小さい大きさだったんですけれどもね、1年でもう随分大きくなっちゃいました。そしてですねシロワニ以外にも、こちらの水槽有名なサメがいます。英語でハンマーヘッドシャークと呼ばれているサメです。今ちょうど上の方を泳いでいる頭の形がハンマーみたいな形をしたサメがそのサメですね。この水槽には4匹のハンマーヘッドシャーク、シモクザメの仲間がいるんですが、全部同じ種類ではありません。2種類いるんです。赤シモクザメとそれから白シモクザメです。今ね、真ん中あたりを泳いでいる少し大きめのシモクザメいますね。はい、こちらの個体、これは白シモクザメと言います。で、この白シモクザメが2匹、そして上の方で今水面近くを泳いでいるサメがいますね。シモクザメ、あちらは赤シモクザメになります。形がとっても似ていて見分けるのは非常に難しいんですけれども、頭の形が微妙に違うというところで見分けられるんですね。で、白の場合は頭の先端が少しだけ出ています。で、赤の場合はどちらかというと平坦、あまり出ていないというのが特徴なんですけれども、まあ、これもですね、目が慣れた飼育員でもなかなか見分けるのが難しいんですよね。はい、こちらの個体、水槽ではですね、体の大きな個体2個体が白、小さめの個体が赤なので、まあ、幸いにも今は大きさで見分けられますんでね、是非皆さんも見てみてください。さあ、それではですね、今まで大型の水槽を紹介してきたんですけれども、この先には少しね、小型の水槽も並んでいます。で、たくさんの種類のサメたちが展示していますので、そちらもご紹介したいと思いますよ。はい、こちらの水槽、非常に暖かい海に住んでいるサメたちを展示しています。あ、今活発に泳ぎ回っているサメがいますね。あちらのサメはオーストラリアンマーブルキャットシャークいます。あ、今サメの影に隠れちゃいましたけど、手前側の少し大きめのサメ、ずんぐりむっくりした体型が可愛らしいんですが、ショートテールナースシャークと言います。まあ、そんな感じでこの水槽には今4種類サメを展示していますね。はい、それからですね、まだまだたくさんの種類のサメがいて、この中にはここでしか見られないようなサメもいます。あ、今ちょうど活発に泳ぎ回っていますね。こちらのネックレスカーペットシャークというサメですね。はい、それからですね、水槽の底の方でじっとしているサメがいますね。あちら、インドネシアンスペックルドキャットシャークと言います。少し小ぶりな個体なんですけれども、あのサメたちは実は水族館で繁殖した個体なんですね。で、水族館ではね、もちろん外側から自然界から持ってくるだけではなくて、水族館でもしっかり繁殖をして展示に結びつけようというような活動もしていますよ。さあ、それからもう一つ、まだまだね、あります。さあ、こちらにはネコザメの仲間、ホーンシャーク、今泳ぎ回ってますね。ホーンシャークであったりとか、あと手前側の可愛らしい顔をしてますね。ポートジャクソンシャークと言います。まあ、どちらも海外のネコザメの仲間ですね。で、こちらのサメたち、まあ、卵を産むタイプのサメなんですけれども、非常に面白い形をした卵を産みます。まるでこうスクリューみたいな、ドリルみたいな形をした卵を産むタイプのサメなんですね。で、岩の隙間なんかにそういった卵を産みつけて、しっかりと引っかかって、で、流されないような工夫をしているんですね。はい、さあ、この先にはですね、私が、まあ、一番好きなサメがいますんで、そちらの方もご紹介したいと思います。はい、水族館で毎日こう餌をやっているんですけど、まあ、確かに餌をですね、水槽に入れると多少こう餌に興奮して動き出す、餌を探すような仕草はあるんですが。まあ、獰猛にこうサメが表現してしまうような、そういったイメージは全くないですね。はい、で、特に今見てきた大型のサメなんかもそういった素振りは全くないです。餌を毎日与えていて、そんな時間でもですね、サメたち、まあ、非常に落ち着いていて、大きなシロワニ、例えばシロワニでもですね、そこの方に落ちた餌を静かに拾って食べるようなイメージですね。そういった食べ方をしています。そうですね、サメ全体にしましても、まあ、例えば人を傷つけてしまうような獰猛なサメってほとんどいません。まあ、2、3 種類っていうふうに言われてますので、まあ、水族館で飼育しているサメもおとなしい種類ばかりなので、獰猛になるということはないですね。さあこちらにもサメの水槽がね見えてきました。さあそしてですね、この水槽、私の推したいサメといいますか、一番好きなサメがいるんですけど、そのサメっていうのが今並んでます。あちらのサメ、トラフザメです。どうでしょうか、目がね小さくてとっても可愛らしい、ちょっととぼけたような顔をしているんですが、そこがね私好きなんですけれども、ただ体がとっても大きいですよね。で大きい割にやはりこちらも非常におとなしいサメなんですね。でこの水槽全体、まあ大きい水槽で全部で8種類サメがいるんですけれども、それ以外にもね、いろいろいます。トラフザメ以外にも、例えばネムリブカ、ね、背びれが白いのが特徴です。今元気に泳ぎ回ってます。でこちらのネムリブカの特徴としましてはですね、名前が非常に面白いですよね。眠るサメっていう名前をしていますが、あのサメ本来ですと夜行性のサメなんですね。ですので、まあ、自然界では日中明るい時間帯はですね、岩の隙間などでじっと動かないで身を沈めていることが多いサメなんですね。まあ、それが名前の由来にもなっています。でサメって意外とこう夜行性のサメっていうのが多くてですね、ただ水族館では毎日同じ時間に餌をやりますし、ね、照明時間も調整しています。ですから日中明るい時間帯に活動的な行動っていうのを見ることが多いです。それからですね、それ以外には今、ね、そこの方を泳いでいるツマグロというサメがいます。まあ、ダイバーにもね人気のサメですよね。こう比較的南の暖かい海で、ね、たくさんいるサメですね。リーフ、まあ、サンゴ礁の間であったりとか、非常に浅いところでも見られるサメです。さあそれからですね、あこちらスポッテッドオビゴング。ちょっと変わった名前をしていますけれども、オーセという名前をついたサメの仲間なんですね。さあ、あの顔をよく見てください。口元、なんだかひだ状のものがありますよね。まるでこうひげをたくさん生やしているような顔をしているんですが、あのひげがですね、実は餌を食べるのに一役買っていて、あのひげ、海藻などに擬態しているというふうに言われています。で、それと気づかずに近づいた獲物をやはりパクッと丸飲みにするタイプのサメでもあるんですね。さあ、どうでしょうか。このようにね。まあ各水槽さまざまなサメを大洗水族館では見ることができるんですね。はい、サメはですね、まあ、残念ながら体の割にはあんまり大きな脳みそ、脳を持ってないんですよね。例えばイルカやクジラのように、まあ、いろいろなショーができるとか、それぐらいの知能レベルあるわけではないんですけれども、例えば餌をやるために条件付けをするとか、ここに来れば餌が食べられるんだよっていうのを繰り返しやっていればですね、教えてやればしっかりとそれを覚える、その程度の能力はあるようですね。そうですね、覚えてくれてればいいんですけど、私はしっかりとねサメに愛情を持ってこう接しているんですけれども、向こうがそうやって私たちのことを見てくれているかどうかは分からないんですが、ただ毎日見てるとなんとなくこうじっと水槽を見ているとサメがこっちを見てくれているような気もしますし、あと近づいてきてくれるようなねサメもいますし、そういったねことも、そういった意思疎通といいますか、コミュニケーションが取れてればいいなというふうに思ってます。さあここのコーナーなんですけれども、まあ、今までね生きた生き物、サメたちをたくさん見てきたんですけれども、どうでしょうか、こちらのコーナー博物館みたいな感じで標本などもたくさん見ることができます。さあその中でも一番目を引くのがやはりこちらの大きな顎を持ったサメの顎の標本ですね。皆様もね、これ非常に有名なんでご存知の方もたくさんいるんじゃないでしょうか。カルカロドンメガロドンの顎です。このサメ、全長がですね15メートル以上になると言われていたサメですね。残念ながらね、このサメも地球上からは絶滅していなくなってしまったんですが、古代太古の昔はですね、こういった大型のサメが大海原を泳いでいた、そういったことを考えるだけでね、非常にこうロマンを感じますよね。残念ながらね、いていたら見てみたいなとは思うんですけど、もうちょっとね絶滅していなくなったということになってますので、このメガロドン自体は見ることができないんじゃないかなと思います。ただ世の中にはそうですね、10メートル近くになるジンベエザメがいたりとか、非常に大きなサメもいますからね、メガロドンのような同じ性格のサメではないにしても大きなサメがまだ地球上にはいるっていうのがすごく嬉しいですよね。さあ、そしてですね、こちらサメの剥製がたくさん並んでいるんですけれども、なかなかね飼育するのが難しいサメもいたりするんですが、上の方にドーンとこう鎮座している、さああれはそうです、ホホジロザメですね。実物のホホジロザメを剥製にしたものです。あちらオスの個体です。先ほどオスメスの見分け方をね、ご紹介したんですが、腹びれの付け根を見てください。大きな2本の棒状があります。クラスパーと呼ばれる生殖突起なんですね。あれがオスの象徴です。そうですね、以前ね、ある別の水族館で少しだけ飼育していたことはあったんですけれども、あったみたいなんですが、どうもやはり非常に大きな水槽をね、必要とするようで、このホホジロザメを長く生かせられる水族館というのは今のところこの世の中にはないんですね。はい、ただですね、やはりロマンを感じるサメですからね、私もこのサメが大きな水槽の中を泳いでいる姿というのを一度ぐらい見てみたいんですけれども、これから研究を重ねてそういったことがね可能になればいいかなというふうに思ってます。はい、確かにですね、イルカとかクジラってエコーロケーションといって、お互いこう意思疎通、会話をするようなことを知られているんですけれども、残念ながらサメにはそういった能力はないんですよね。はい、ただですね、サメによっては群れを作って狩りをするようなサメもいますので、そういった集団行動というのはある程度できる可能性がありますね。はい、ただそうですね、サメの能力いまだに未知なる部分が結構あるんですね。はい、でその未知なる部分というのも私こうサメに惹かれる一つの理由ではあるんですけれども、これからそうですね、たくさんサメを飼育していろいろ研究をしていくと、まだまだサメのね分からない部分っていうのが今度いろいろ分かってくるんじゃないかなということで、調査もしています。はい、やはり繁殖がねメインになるんです。繁殖をさせることでいろいろ分かってくることもあるんですね。サメの繁殖についてお話をするとね、結構長くなるんですけれども、ちょっとねお話をさせていただきますと、サメという漢字をね見てみると、魚へんに交わるっていうふうに書きますね。でサメはですね、先ほどご紹介したオスのクラスパーを使って交尾をする生き物なんですね。で体の中で体内受精をします。まるでこう哺乳類のような形ですね。でその中で、例えば卵を産んだりとか赤ちゃんをそのまま生み出すようなサメがいたりするんですけれども、その繁殖の過程についてはですね、まだまだ実は分かってないことが多くて、我々もですね、大学であったりとか、あとは研究機関なんかと共同で研究をして、その辺の謎に解明するというような、そういった取り組みも行っていますね。はい、最近のね面白いネタとしましては、普通、子供が繁殖をする、子供が生まれるっていうのは、オスとメスが交尾をして、その子供はお父さんとお母さんの遺伝子を持った子供が生まれるのが普通ですよね。ただ最近の研究ではですね、今から十数年ほど前でしょうか、メスが単位生殖をしてしまったっていうような研究もあるんです。単位生殖っていうのはオスと交尾をすることなく、もうメスだけで子供を返すことができる、子供を作ることができる能力なんですけれども、それまでサメがそういうことをできるっていうのはね知られてなかったんですね。ただその十数年前、海外だったんですけれども、サメがなんとメスだけで子供を作っちゃったんですね。でまさかちょっと信じられなかったんですけども、私たちも研究を続けていく中で、実は当館で飼育している例えばトラフザメですね、私の大好きなサメなんですけど、あのサメが産んだ子供をしっかり調べてみると、実は単位生殖してたんですね。はい、DNA をちゃんと調査しまして、そうしたところ、トラフザメ単位生殖してました。でトラフザメの単位生殖は海外でも今まで例はあったんですけれども、国内で発見されたのは初めてだったんですね。そういったサメも今後たくさん出てくるんじゃないかということで、繁殖活動を通してそういった研究なんかも行っています。この先バックヤードというところがあります。水族館の裏側を見れるんですけれども、その前に一つだけ面白い水槽がありますので、ぜひ見てみてください。さあこちら、何か変わった面白いものがありますね。あちらホーンシャークというサメの卵です。あれ本物の卵なんですね。でネコザメの仲間です。先ほどね見てきました。でスクリューみたいなドリルみたいな卵を産むんですが、あれが実物の卵なんですね。で光を通して中で赤ちゃんが動く様子なんかもね時折見られるんですけれども、もうだいぶ赤ちゃんが中で大きくなってしまっているんで、もう今はじっと孵化を待っているような感じですね。運が良ければ孵化の瞬間なんかもね見られるかもしれませんが、なかなかこれに出くわすっていうのはね、よっぽどの強運じゃないとね出くわさないと思います。で私もカメラなんかを一晩中録画でセットしてようやく後で確認できたっていうぐらいなんですよね、はい。ただ間もなくもう生まれそうなんで、もしかしたら夜間生まれて朝来てみたらちっちゃな赤ちゃんが出ているんじゃないかなということで、とっても楽しみにしています。はい、じゃあそれではバックヤードに移動したいと思います。でこの先ですね、大変湿度も高くなってますし、床も滑りやすいんですね。ゆっくりと行きたいと思います。はい、こちらがですね水族館のバックヤードと呼ばれるところで、私たち飼育員がですね普段作業をする現場にもなります。空調がほとんど効いていないようなこの時期非常に蒸し暑くなるような場所なんですが、毎日汗をかきながら走り回ってます。さあだんだんとねこう水の音なんかも聞こえてきたんですけれども、天井を見るともう配管だらけですね。はい、この配管の中には水槽の水が流れてるんですよね。で水槽の水って一回水槽から吸い込まれてこの配管を通ってでろ過装置まで運ばれていくんですね。でろ過装置を通ってきれいになった水は再び水槽の方へと戻っていきます。つまり水槽の水は新しい水をずっとね足しながらではなくて、もちろん一部はそうしてるんですけれども、常に再利用しながら使ってます。さあそしてこのバックヤードに来るとですね、大きな水槽を上から見ることができるんですね。例えば、はい、こちら先ほど見てきましたシロワニの赤ちゃんがいる水槽です。やっぱりねガラス越しに見るのと上から見るのとではだいぶ雰囲気も違うし、こう見えるね見方も違うんじゃないでしょうか。はい、こちらの水槽にはですね今、アジの切り身を与えてます。ハンマーヘッドシャークであったりとか、あるいはシロワニ、今現在ね、アジ非常に好んで食べてますんで、このアジの切り身をやってますね。はい、シロワニもだいぶ大きくなってきたんで、もう切り身のサイズをだんだん大きくしていって、1回の切除食べる量で、たくさんのね餌の量を稼げるようにしてますね。で、バックヤードにはねさまざまな面白い仕掛けがあるんですけれども、水槽の上をね横切るような、通路もあります。ね、これ作業用の通路です。で普段飼育員たちはですねこの上に乗ってで水槽の上からですね餌をやってます。どうぞ来ても大丈夫ですよ。でここに来るとだいぶこう水面も近くなってね、迫力のあるサメの姿が見られます。で普段は飼育員しかね、乗って作業することはないんですけれども、飼育員たちこういった目線で生き物たちを観察してます。はい。さあ先ほどご紹介したシロワニの赤ちゃんですね、国内で初めての赤ちゃんなんですけれども、その赤ちゃんを産んだ、大人のサメシロワニがですねお隣の水槽にありますので、行ってみたいと思いますね。さあぐるっと一周回りましょう。我々はですね、こういった感じでキャットウォークをフル活用しながら、この水槽の細かい部分までチェックしていきます。さあ、こちらに見えてきたのがですね、先ほど見てきた、大型のシロワニを飼育している水槽の上部です。で、上から見てもやはり大きいですね。さあ、それからですね、今度は、ちょっとだけ大水槽をちらっと覗いていくことにしましょう。さあ、ここにはダイバーが使っているウェットスーツがずらっと並んでます。そしてその奥に見えるのが、大水槽ですね。さあ、ここにもね、たくさんのサメたちがいるというご紹介を先ほどしたんですけれども、まあ、紹介の方は先ほど終わりましたのでね、さらっと駆け足で通っていきたいんですが、どうでしょうか、あちらのキャットウォークの上を駆け足でぐるっと回ってみますか。さあ、階段がねありますので、転ばないように気をつけてください。さあ、背びれを出している、ね、サメがいます。カマストガリザメと言います。ガラス越しにはねなかなか見えなかったサメたちもこうやって上の方に来るとよく見えることがあるんですよ。先ほどね、私たちが立ってお話をしていた場所っていうのがあちら側、大きなガラス面がある側、あの向こう側で先ほどお話をしていたという、そういった位置関係になりますね。はい、それではね、先の方に進みたいと思います。で、先ほどですね、サメの繁殖研究なんかのお話もしてきたんですけれども、まあ、サメの繁殖、サメ全体で500種類以上いるというふうに言われているんですが、その中のですね、約4割が卵を産む卵性です。で、残りの6割が赤ちゃんを産む胎生になります。シロワニであったりとか、あとはネムリブカであったりとか、あとはハンマーヘッド、シュモクザメですね。そういったサメたちはすべて胎生になるんですけれども、まあ、水族館では卵性のサメももちろんたくさん飼育していまして、毎日毎日卵が生まれてます。特にですね、こういったバックヤード特有の小型の水槽、こういった水槽でよく卵が生まれていることもあるんですね。そして生まれた子供、しっかりと卵の育成をして育てています。あ、今ちょうどサメの卵生まれてますね。はい、見えますかね、木の実みたいに見えるものがありますよね。ちょうどサメの頭の先にあります。先ほど産んだんですかね。はい、こういう感じで結構頻繁に産みます。この卵はサンゴトラザメといって、今近くにいる水玉模様のサメですね。あのサメが産んだ卵です。で、その奥に小さいサメがいます。あれはアラビアンカーペットシャークの子供です。まだちょっとね、デビューにはまだ早いので、こういった予備水槽でしばらく大きくなるまで育てるんですね。さあ、こういったサメの卵もですね、水族館ではしっかりと育成をします。この後取り上げるんですけれども、そのサメの卵を育成している水槽がありますので、ご紹介したいと思います。こちらです。さあ、ここになんだか木の実みたいなものがたくさん並んでいるんですが、これすべてサメの卵なんですね。で、この中で今元気に赤ちゃんが育っているわけなんですけれども、ちょっとだけ中の様子を覗いてみましょう。はい、見えますかね。元気よく赤ちゃんがね、動いているのがシルエットとしてこうなんとなく見えると思うんですが、どうでしょうか。はい、こういう感じで今すくすくと卵黄の栄養を吸収しながら大きくなっています。これ左側が頭で、右側が尾びれの方ですね。頭の方にはなんだかこうもやもやした毛細血管みたいなものが見えるんですが、はい、これがですね、やがてエラへと変化していきます。まだエラは完成していない状況ですね。生まれてくるまでにはまだあと3、4ヶ月はかかってしまうんですけれども、これが成長するとやがて先ほど見たようなアラビアンカーペットシャーク、小さいサメが1匹生まれてくるわけですね。はい、こういう感じでたくさんね、サメ卵あるんですけれども、すべて一個一個管理をして赤ちゃんが生まれるまで育て上げます。はい、さあ、いかがだったでしょうか。水族館もちろんね、野外から持ってくることもあるんですけれども、こういう感じで、サメの繁殖にもしっかりと力を入れて取り組んでます。はい、ですね、この大洗水族館、たくさんの種類のサメを展示していますので、国内だけではなくて海外からやってくることもあります。もちろん国内のサメも収集してくることもありますし、例えば地元の定置網、漁師さんが仕掛ける網ですけれども、そういった網にたまにサメが入ることがやはりあるんですね。そのサメ、漁師さんから連絡をもらって我々がトラックを運転して取りに行くなんてこともあるんですね。はい、それではね、出口の方までご案内したいと思います。そうですね、サメ種類によっては数がだいぶ減ってしまっているというような現状もありますよね。ただ国内と海外の保全状況の取り組みってあまり大きくは変わらないと思うんですよね。はい、でやはり少なくなってしまったサメを懸命に保護しようという、そういった取り組み具合には大きな違いはないと思いますね。そうですね、例えばまずは個体数を推定するとかですかね。ちょっと詳しい話は私もわからない部分は多いんですけれども、今現状どれぐらいの数のサメがいて、どれぐらい漁獲されてしまっているのか、どれぐらいの減少速度なのかっていうのを推定して、どの種を守っていかなければならないというような取り組みがなされていると思いますよ。そうですね、管理が大変なのはやはり大型のサメであったりとか、飼育に関するノウハウがないようなサメっていうのが難しいと思いますね。ちょっとね、手探りな感じで、飼育はしているんですけれども、その飼育をすることで新たな情報がね、分かってきたりすることもやはりあるんですね。そうですね、私としてはですね、夢としては、先ほど白線になっていたホホジロザメです。ホホジロザメなんかはですね、世界的にも飼育例がほとんどないんで、ぜひチャレンジしてみたい、夢に終わるかわからないんですが、いつか挑戦したいなと思っている、サメですね。今ちょうどね、淡水の水槽を通ってるんですけど、鮎がいます。この夏を代表する日本の川魚、鮎ね。この鮎、なんで私がご紹介したかというと、実は私ずっとね、若い頃から鮎の研究をしていたんですね。はい、大学の時からね、ずっとこの鮎の研究をしていて、で、生き物を好きになったきっかけ、あとは水族館に就職するきっかけとなったのがこちらの鮎だったんですね。はい、すごく魅力的な魚です。で、もう日本にいるようなね、魚なんで、分かっていることたくさんあるだろうとね、思い込んでるんですが、実はまだまだ分かってない部分がたくさんあるんですよね。はい、もう生き物が分からない部分多いっていうのは、これはサメにしても鮎にしても共通している部分だと思います。で、そういったね、生き物たちの謎を究明していく、追求していくっていうね、取り組みに関してはどの魚もね、共通していることだと思うんですよね。はい、で今でも、もちろんサメも好きなんですけど、アユも大好きです。そうですね、言いたいこと本当たくさんあるんですけれども、サメの歴史は非常に長いです。なんとですね、地球上に4億年も前からいる生き物なんですね。はい、人間よりももう大先輩です。非常に古い地球を知っている生き物たちのその子孫が今の生き残りですよね。はい、ただ、人間って文明がすごく発達していますけれども、それでもそんな彼らの生き様、生き方を知らない部分っていうのはたくさんあるんですよね。はい、でそういった謎が多い部分っていうのが、私が一番サメに惹かれる一つではもあるんですけれども、ぜひですね、この若い方々、子どもたちもですね、そのサメの謎に挑戦していただけたらなというふうに思ってます。さあ、そしてこちらに大きな剥製が見えてきました。ウシマンボウというね、マンボウの仲間の剥製です。これは地元で採れたマンボウです。さあ、そしてその前にあるのが世界最大級の地元で採れましたウバザメの剥製です。これはですね、2007年に茨城県にある定置網で捕獲されたものなんです。残念ながらね、捕獲された時にはもう死んでしまっていたんですが、はい、貴重な標本になりますのでね、剥製にしてこのように保存してあります。サメの仲間ってこう獲物を肉をね食いちぎるようなイメージがあるんですが、ウバザメはそうではなくて小さなプランクトンを食べて生きているような、サメっていうのが特徴ですね。はい、たくさんのサメたち、見てきたんですがいかがだったでしょうか。でこれからもねサメの保全活動にもやはり水族館として何らかの役割を果たしていかなければならないなというふうに個人的には思っています。例えばサメの繁殖活動を通してわからないことが分かってくる、ね、例えば今まで知られていなかったようなことが分かることによって、もしかしたらその情報がいずれ絶滅しそうなサメの保全に役立つかもしれない、まあ、そういったことを信じて私たちは飼育繁殖活動に取り組んでいます。ぜひ皆様もサメを保存する、まあ、それももちろん大事なんですけれども、その前にサメって一体どういう生き物なのか、まずその生き物自体をしっかりと深く知ることから始めていってみてはいかがでしょうか。はい、それでは、今日はね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。